皆さんこんにちは、笹岡あかりです。今日はきつ音についてまたお話しできればなと思います。この間は私のきつ音のこととか、実際にきつ音の動画を見ていただいたりとか、私のことメインだったんですけど、今回はインスタグラムのストーリーに私がきつ音についてお話ししましょうっていう質問箱を置いた時に、もう本当にいろんな方からきつ音についてのお話をお伺いできたりとか、あとは相談をね、もう私なんかで本当になんか申し訳なくなるんですけど、いただいたりとか、本当にいろんなお話ができたので、そこから抜粋してこの YouTube でもシェアできたら嬉しいなと思って今日の動画を撮ってますうまく言えないけど、ストーリーでもお答えしてるんですけど、やっぱりこう活字とこう動画で今こうやって喋るのとはまたちょっと違ってくるかなと思って、改めて聞いていただけたら嬉しいです。じゃあまず1つ目、突然失礼いたします。現在〇〇の大学に通っているものです。僕も小さい時からきつ音症の症状に悩まされていました。自己紹介やみんなの前で発言する際にどもってしまってみんなに笑われたりバカにされた経験があります。それのストレスで親に八つ当たりしたこともあります。現在も大学の授業などの発言の際に言葉が出なくなることがあります。どのようにすればいいですか？っていう質問をいただいたんですけれども、私も本当に同じ経験があって、もうすごい気持ちがわかるし、このもどかしさをどこにぶつけたらいいのかって、もう、自分自身でね、消化するしかないんですけど、頭じゃ分かっててもやっぱね、心が追いつかないってことはあるので、どのようにすればいいですかっていうことなんですけど、私はお風呂に入ってる時とか、もう心も体もリラックスしている時に一人で話す練習をよくしています。例えばインタビューされた体で一人で、そうですね、今日はこういうことがあって、こういうことがあったんですけど、でこのことあってこういう話をしてこう思いましたとか言って、なんか日記みたいにして一日のあったことをこう整理しつつ、一人で言葉を発する練習をよくお風呂でしています。人それぞれね、向き不向きあるとは思うんですけど、私はそれでだいぶ解消できたかなと思います。2つ目いきます。僕は〇〇の中学2年生男子なんですけど、今日 YouTube できつ音症を知り、自分もきつ音症だと気づきました。14年間誰にもどもることに対しての悩みを話すことができなかったんですが、きつ音を打ち明けている人がネットでたくさんいて、あなたの動画でも勇気が出て親に話すことができました。始業式で3学期の頑張ることを全校の前で発表しないといけないのですが、きつ音症について発表しようと思います。自分がきつ音症だということやきつ音について何かアドバイスも何でもいいので返信お願いしますということなんですけど、私は前回の動画でもお話ししたんですけど、小学校低学年からなんか言葉が言いづらいなとか、音読の時とかにみんなから笑われちゃうなっていう自覚があったので、私はすぐ両親に相談をしていました。でいろんな方からいろんなお話を聞く中で、私はかなり早いタイミングで親に気づいてもらえたし、自分からも相談できたしっていうことで、確かにこう一人で抱え込むより、誰か一人でもきつ音のことについて相談できたりとか、言いづらい言葉があるんだよねとか話せたら、なんか肩の荷がスッと下りて少しでも楽になるんじゃないかなと思います。でもみんないろんな環境でもちろん生活してるので、そういうふうに打ち明けられる人がいない方ももちろんいらっしゃるかもしれないので、そういう時は是非私のインスタに遊びに来てください。吃音のことについてまとめたアーカイブもトップページに全部残してあるので、そこもね是非チェックしてもらえたら嬉しいです。DM のお返事がちょっとできかねてしまうため、ストーリーでお返事するっていう手段を前からずっと取らせてもらってます。よろしくお願いします。3つ目かな、3つ目、あかりさん、吃音投稿とっても励まされているものです。明日大学の卒論発表会があります。今はあまり意識しないようにできていますが、発表前のドキドキが計り知れません。わかる。ここぞという時に何かしていることはありますか？明日はゆるくやり終えてきます。にっこりマークっていうことなんですけれども、私はまず成功してほっとしている自分をこう思い浮かべます。すごいリアルに思い浮かべますそれでもう自分に何だろうな、暗示をかけるみたいな感じで想像してます。あとはとにかく心をもう平常心に保つこと。これが難しいんですけど、平常心に保とうって思うことは平常心じゃないからね、あんまり意識しないようにしてます。でもやっぱりこうハッピーエンドを想像して一個テンションをクッと上げることが私は大事かなと思います。ネガティブに考えるとね、どうしてもこう悪い方に引っ張られちゃったりするので、1回や2回と思ったって誰も気づきはしないやみたいな、なんかそのくらい吹っ切ってやった方が私は良かったりするのかなって思います。自分のことになるとね、うわーまた突っかかっちゃったとか言葉が出なかったって思うんですけど、案外周りの人ってこう突っかかったりしたことに対してあんまり人のことって気にしてないことが多いみたいで、そのくらいの方がいいのかなと思います。はじめまして、吃音ということで聞いていましたが、全然そんな感じには聞こえません。そう、これもたまにいただくんですけど、私は吃音の中でも多分軽度の方なので、結構コントロールできる部分が多いです。こうやってカメラの前で話したりとか、お仕事でお芝居をしてる時とかは結構コントロールができます。できるようになりました。なんですけど、こうだるーんってして、もうなんか家族と話してる時はもう結構出ます。もう本当にうちの主人はもうそういう時は「あくりちゃん DJ みたいになっちゃったね」とか言って、スクラッチみたいになっちゃったねとか言って笑ってくれるのでね、笑い飛ばしてもらった方がなんか私は結構楽になるので、なんか最初はね、何にも私が言葉が詰まっても全然気にしないでくれてたんですけど、私が実は吃音なんだよねみたいな、こういう時私あるでしょ、それってそうなんだよねみたいなことを私から打ち明け出したら笑い飛ばすようにしてくれました。それまではね、一切何も言ってこなかったですね。言わないでくれていました。気づいてたのかな、気づいてなかったのかな。気づいてないわけないよね。あんだけあとかなってるから、だからそういう優しい人がね、身近に一人でもいるっていうのはね、もう本当に心の支えになるなっていつも思ってます。感謝してますあとはね、かなり改善されましたが、私も吃音持ちです。去年あかりさんのインスタグラムと出会って本当に救われました。ありがとうございます。本当にそうやって言っていただけると私も救われますし、前回の YouTube の動画でもコメント欄にね、もう共感しましたとか、同じ仲間の人たちがコメントをくださったので、もう本当にああなんかやっぱり一人じゃないんだって思って、本当に心強いです。いつもありがとうございます。あとはね、私は手や足でリズムを取りながら話すことでだいぶ改善されましたよっていうアドバイスもいただきました。わかる私も結構そうかも。私なんか体で撮ってるっていうか、多分皆さんも聞いてて思うこともあるのかな、気になる人もいるかな。なんか私多分喋るテンポがなんかあると思うんですよ。とろいって言われたりすることもあるし、なんか変なテンポって思ってる人もいるかもしれないんですけど、私はこれが楽なので、お仕事じゃない限り自分らしく自分の話したいテンポでリズムで喋っていこうと思ってます。あとは吃音のせいで何かを犠牲にしたことはありますか？もうね、これはね、ないですって答えてる。見えるかな？ないです。まあ心の傷はもちろんあるけど、私はなんか夢とか何かを犠牲にしたことはなかったですね。まあ、でもこういう風な考え方に今慣れてるっていうのは、本当に周りにいてくれてる人たちのおかげしかないので、もう本当に感謝してます。もうね、一人でも多くの人がね、吃音のせいで何も犠牲にしなかったりとか、今日一日がすごく楽しかったなって思えたり、ああ明日が楽しみだなって思って一日が終わったりする日々がね、当たり前になればいいなって思いますね。本当に辛いよね、犠牲にしたくないもんね、誰も。よし、もうまだまだたくさんアーカイブをね見ていただけたら本当にたくさんこんな感じであるので、またこういうのも紹介していけたらいいなと思うし、是非インスタグラムの私のトップページにある吃音についてのアーカイブを見ていただけたりとか、あとはハッシュタグローマ字であかり_吃音、全部ローマ字で調べてもらえたら嬉しいです。アメブロさんにも、吃音についての記事を書いています。アメブロさんにね、何回も取り上げてもらっているので、ちょっとずつね私の記事がそうやって一人でも多くの方の目に留まっているってことが本当に嬉しいです。今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。明日もいい日になりますように。おやすみなさーい。